おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にドラクエタクトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、何やっていくかと言いましたら、無課金の方向けにですね、無課金で手に入るモンスターのおすすめを紹介していきたいと思います。これ結構ね、やっぱり課金していない方には大切かなと思いますので、ぜひぜひ参考にしていただけたらななんて思います。ってことで早速やっていきましょう。さあまずはですね、無課金で、まあ、手に入るモンスター F ランク、E ランク、D ランクがメインになってきますね。 F、E、D がメインの中で、一体じゃあどのモンスターがおすすめなのかというところなんですが、まずはですね、 F ランクで言ったら正直あんまりね、これがおすすめとかこれがダメっていうところはないです。まああえて言うのであれば、ドラキーとかね、ゴーストがいいのかなと思います。ドラキーだったらね、特技でメラを覚えますし、そのさらに強化していくとギラも覚えます。結構呪文でね、汎用性が高いのかなと。ドラキーは同じようにですね、ドルマを覚えます。でかつメラも覚えます。単体特化なんですけれども、こちらも、違う種類の呪文を使えるというところで、ドラキーゴーストはおすすめかなというところなんですが、まあ、先ほども言った通りですね、正直 F ランクはあんまりそういうのないかなというところです。じゃあ E ランクですね。こちら E ランクのおすすめは主に2体です。はい、まず1体目がですね、ホイミスライム、まあ、これはね、言わなくてもわかるかなと。なかなかね、手に入らないホイミっていう特技を持ってます。味方の HP 回復できるし、守備力を上げてくれるスカラも持ってます。はい、あともう一ついいところはね、耐性が結構優れておりまして、まあ、メラね、結構使ってくる相手が多くて、そこ弱点なのはあれなんですが、ヒャドイオに対して半減ということで、ここね、結構優秀ですよね。E ランクとは思えない優秀さ。ホイミスライムは無料で手に入りますので、スライムエンペラーとか持ってないよとかね、なかなか回復系いないよって方はぜひぜひホイミスライム大切にしていただけたらなと思います。そしてもう一体がですね、誰がおすすめかって言ったらですね、それはこちらでございます。ででん、リリパッドですね。リリパッドは攻撃タイプなんですけれども、何がいいかって言ったらですね、まずはスカラ覚えてくれますので、守備力大幅上昇と、相手がね、物理タイプのモンスターだった場合は、その近くに自分のね、壁役のモンスターを置いて、そのモンスターにスカラかけたら、だいぶ時間稼げますし、ほぼほぼクリアできます。で、スナイプショットが遠距離からね、攻撃できるので、そういう面でも安定性がある。そして、やはりいいのがメラ半減。これ嬉しいね。メラ序盤で使ってくる相手すごく多いので、このメラ半減の特性っていうものはものすごく役に立ちます。なんでね、ぜひぜひ、まあ、リリパッド、そしてホイミスライムですね、中心に使っていっていただけたらなと思います。じゃあお次 D ランクだね。 D ランクの中でおすすめのモンスターは、まず圧倒的におすすめなのがこちら、ベビーパンサーです。これね、全員持ってると思うんですけれども、ベビーパンサーのいいところは、チュートリアルでも紹介してくれた通り、移動力が4マスあるということで、かなり機動性に優れております。かつですね、この特技のウィングブローっていうのが強くて、バギ属性なんですよね。かつ、まあ、かまいたちまで覚えたらバギ属性で範囲ダメージも打てるということで、まあ移動できるし、単体火力もあるし、全体攻撃もできるしっていうことで、本当に汎用性の優れためちゃくちゃ優秀な、モンスターになっております、ベビーパンサーね。なんでね、なかなか火力出ないなとか、意外と勝てないなって方は、このモンスター入れていただけるとグッと、攻略しやすくなるんじゃないかなと思います。同じくですね、移動力が高い良さで言ったらホークマンね。ホークマンも4マス移動できますし、同じようにかまいたち覚えます。ベビーパンサーと違うところは、バギではなくデイン系の斬撃の稲妻斬りを持っているといったところですね。はい、まあ、ホークマン、ベビーパンサーに関しては好きな方を選んでいただけたらなというところはあるんですけれども、まあメラ大弱点なんでね、まあそこ若干ネックかなといったようなところはあります。そしてもう一個ね、
もう一個ここ育てといた方がいいよっていうのがこれスライムナイトですね。スライムナイトのいいところは、まあ、まずもそもそもね、ずっと仲間だから覚醒しやすいっていうところもありますし、氷結斬りの単体先行付けの、まあ、2列のね、ある程度の範囲攻撃もそうなんですけど、このゲームバトルロードっていうのがあって、そこのバトルロードでね、すごいスライムナイトが活躍してくれます。なんでそういう面でね、スライムナイトぜひぜひ取っておいていただけたらなと思います。ただね、自分のスタメンだけでやっていたら、そのバトルロードで使うモンスターが育ってなくて、バトルロードめちゃくちゃ苦労しますので、そういうところでですね、こういうモンスターがいるとグッと助かります。火力もあるし、汎用性もあるし、スキルも強いしってとこですね。あともう一個嬉しいのが、このメラ半減、やっぱりメラ使ってくる敵多いので、メラ半減というのはかなり嬉しいところかなと思います。ってことでね、今回はこの D ランク、 E ランク、 F ランクの中からおすすめのモンスター紹介させていただきました。他にもね、スライムツムリも結構優秀ですし、あとはまあ E ランクで言ったらですね、まあ、骸骨とかもね、火力タイプかなと。でまあ F ランクで言ったらシマシマキャットとかもいるんですけれども、やっぱりね、今言ったところが一番メインになってくるのかなと思います。ぜひぜひね、ちょっと今なかなかガチャ引けなくて困ってるよとかね、チームが強くならないよって方は育ててみてはいかがでしょうか。あとはバトルロード苦労してる方はね、スライムナイト中心に育てていただけたらなと思います。はい、ってことでですね、今回はこんな感じです。さあ、そうしたら最後ですね、10連ガチャ引いて終わりにしたいと思います。はい、さあ、キラーマシンガチャもいいんですが、今回はですね、このレギュラースカウトのチケットが10枚ありますので、こちらチケットで引いていこうかなと思います。レギュラースペシャルスカウトね、提供割合自体はキラマの方と変わらなくて、キラマがピックアップになっていないっていうだけかな。うん、そうだね、星5というか、まあ、S ラン確率 3% なんで、ちょっとあまり期待はできないんですが、一発チケット10連でね、 S ランク引いていけたらなと思います。さあ、早速やっていきましょう。さあ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 、スライムベスがたくさん跳ねてたらいい。全然跳ねとらん、4匹しか跳ねとらん。頼む、せめて A ランクでいいやつ来い。お、虹来ていく、いいですね、虹引いていく。さあ、早速虹から、誰だ誰だ誰だ、オッケー、マジでかっこいい。グレートドラゴン超欲しかったんですよね。マジでかっこいいよね、グレートドラゴン。やっぱりね、強さだけで言ったらグレートドラゴンちょっと微妙なんですけど、ただね、マジでかっこいい。ドラクエやっててグレートドラゴン嫌いな人はいないでしょっていうところですよね。はい、さあ、お次が銀色ですね。これ私最近ガチャ引いてて思うんですけど、これ確定演出虹色じゃないですか。これ虹色じゃないところから変わるとかあるのかね。なんていうの、銀色だったけどなんかやってく途中で変わったみたいな、なんかたまにあるじゃないですか、演出変化みたいなやつね。ああいうのないのかなと思ってね、ちょっと気になるところではあります。さあ、金色の石板からのガメゴンロードな、持ってるんだよ、持ってるし、こいつね、あんま使えないんだよ正直。うん、正直ね、まあいいでしょう。うん、触れずに行こう、触れずに。はい、ってことでお次は銀色ですね。お、レモンスライムね、かわいいね、こいつも持ってますね。いや、グレートドラゴンマジで嬉しい。ちなみにね、 S ランクの中でね、カイザードラゴンがめちゃくちゃ弱いんだけど、カイザードラゴンめちゃくちゃ弱いんだけど、めちゃくちゃかっこいいからね、欲しいね。かっこよさだけでやっぱ欲しくなりますよね。さあ、ドロル、ドロっていく。はい、さあ、お次はゴールド。お、キラータイガー、これはいいね。キラータイガーはマジで優秀なモンスターです。はい、ありがとうございます。さあ、それではお次はミニデーモン、かわいいな、ミニデーモンかわいいんじゃ。はい、さあ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 、次は銀色ですね。お、悪魔の騎士な、なんかな、来るな、悪魔の騎士やけに。いや、全然いいんですけど。はい、覚醒ランクアップということで2段階目ありがとうございます。バギ耐性プラス25、ステータスアップ、
どうだろうね、 S ランクよりも強いのかな、こうやって覚醒させた方が。さあお次はこちらミニデーモンだね。可愛いね、さっきも出たね。うん、可愛いから許すわ、可愛いから許したるわ。はい、ってことで今回は10連こんな感じで無事にね 3% を引くことができてよかったですね。はい、いやどうなんだろうね、今ねワイトキングとスライムエンペラーがいないのが実は結構痛くて、キラーマシンはね好きな方多いかななんて思うんですけど、純粋に考えたらね、要するに、まあ、そんな正直、まあ、強くないかなと、キラーマシン。リーダーで言ったらベスキングマジで優秀なんですけど、はい、ワイトキング、おらず、まあテンタクルスおらず、スライムエンペラーおらずっていうところなんでね、まあちょっと厳しい、まあ、感じはしないでもないんですけれども、はい、まあ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 なんとかうまくやっていこうかなと思います。グレートドラゴンはね、ドラゴン系の守備力 30% アップかな、確か。そうだね、あ、ブレス威力か、ドラゴン系のブレス 20% アップか。あ、強いですね。はい、まあ、ただですね、私ドラゴン系がちょっと今枯渇しているので、なかなかまあ頼りになるところはドラゴンぐらいしかいないんですけど、まあうまい具合にねキラータイガー来てくれたので、はい、キラータイガー使ってやっていきたいかなと思います。キラータイガー移動力4なんでね、かなり優秀な部類です。ということで今回こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。